ジャングルポケットは日本の競争馬、シュボバである。2001年の JRA 少年度代表馬で、主な勝ち倉に東京優秀ジャパンカップがある。馬名の由来は同様のジャングルポケットから、デビュー戦は2000年9月2日、札幌競馬場、芝千8 0 0メートルで、騎手は千田照彦であった。このレースには、後に、 朝日杯3歳ステークスを優勝するメジロベイリー。後に東京スポーツ杯3歳ステークスに勝ち朝日杯3歳、ステークス2着のタガノテイオも出走していた。ジャングルポケットは単勝小番人気であったが、道中2から3番手からの競馬で勝利を収めた。このレースに出走した全8頭が後に勝ち上がるという、レベルの高い一戦であった。JRA では一勝も上げられずに登録を。 抹消される馬も多い中、これは極めて稀有な例である。デビュー2戦目となる重賞の札幌3歳ステークスでも単勝交番人気ながらレコードタイムで制した。この時の2着はタガノテーボー3着は後の2冠品馬のテームオーシャンであった。3戦目からは当初からパートナーとして決まっていた角田光一と共にギーラジオタパハイ3歳ステークスに出走。 3番人気ながら、後のサツキショーバ、アグネスタキオンの2着に入選している。また、3着は1番人気に押された黒船で、こちらは後に NHK マイルカップジャパンカップダートを制している。後の GI 馬が3頭揃ったレースであった。翌2001年は共同通信杯から始動し、圧倒的1番人気に押され、ゴール前では、よれて走りながら干渉する。 この後、サツキショートライアルには出走せずサツキショーに直行する。そのサツキショーでは、アグネスタキオンに次ぐ2番人気に押されながら、ゲートが開いた途端大きくつまずいたために出遅れ、追い上げも届かず三着に敗れる。この後、アグネスタキオンがクッケン,エンを発症して、戦線離脱。それを受けて押し出される形で、次の東京優春では1番人気に押され、2番人気には、 NHK マイルカップを制した黒船が続いた。レースでは、ジャングルポケットは、直線で伸びて2着のダンツフレームに一馬身2分の一差を、つけて21世紀最初のダービー場となった。ウィニングランの場面では大歓声の中、激しく、頭を上下させる姿が見られた。本来臆病な種族であるサラブレットは、このような大歓声に驚き、パニックに陥ることがほとんどである。 それにもかかわらず角田孝一はなだめるそぶりも見せず、逆に観客の方へ歩み寄せた。小葉との初対決となった札幌記念では同期のエアエミネムに敗れ3着。秋は菊花賞から指導し、一番人気に押されたが、折り合いを書きマンハッタンカフェの4着に敗れ、その後、角田孝一がこの馬に騎乗することは一度もなかった。レース前に和紙となった吉田勝美の意向により、 短期免許で来日していたオリビエペリエに乗り換わったジャパンカップではコバで前年の勝ち馬テームオペラ王をゴール直前で差し切って優勝。三着以下にも成田トップロードステーゴールド名称ト等らが入り、ジャパンカップ史上初めて日本馬が掲示板を独占した。また内国三馬の三歳馬がジャパンカップを勝ったのも初めてのことで、 この活躍が評価され、この年の年度代表場及び最優秀3歳母場に輝いた。イギリスタイムフォーム社のレーティングでは131ポイントの評価を受けた。2002年には、キング・ジョージ6世・ロクセクイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスや外戦門賞への挑戦プランが陣営から発表された。暗状には、竹豊を迎える予定であったが、 部の落馬負傷により年明け初戦の阪神大賞展ではミルコデムーロの起乗が決まるも今度はデムーロが起乗停止となったため最終的には小牧太志が手綱を取り成田トップロードの2着怪我から復帰した部を安城に天皇賞に出走するが第4コーナーで前の馬が外に振られて壁となる不利もありマンハッタンカフェを 首さ捉えきれずこのレースも2着に終わった。この年の国際ランキングでは、小馬町距離部門で3位になった。その後、宝塚記念から海外遠征の予定だったが、調教中に脚部不安を発症したため、宝塚記念出走、海外遠征ともに中止となった。休養後、調整が遅れたために、ぶっつけでジャパンカップに向かった。なお、このレースの前に、 馬氏名義が、斎藤主法師から、ノーザンファーム代表の吉田勝美に変わったため、以後それまでとは違う復職で出走した。結果は5着に終わる。続く、有馬記念は、部が、ファインモーションに、気丈のため藤田真次に乗り換わったが、早めにまくる、奇襲作戦も実らず7着と大敗した。レース後に、腰部筋肉痛と左前ひ歪めたまえんを発症していた、ことがわかり、 翌2003年1月に引退した。なお、引退式には3歳児の菊花賞まで手綱を取った、角田孝一が、斎藤司法指名機の勝負服を着て参加している。以下の内容は、ジャビスターチ及び netkeiba.com に基づく。東京競馬場との相性が良く、重症ばかり3戦3勝であった。一方、中山競馬場では3戦3敗で、 すべて連帯を外している。左回りの直線の長いコースに向く反面、コーナーワークがやや不器用で加速が遅く、小回りコースに弱いというトニー・ビン3区の特徴が成績上に現れている。不幸にも、同馬が小馬になった2002年は、改装工事のため、東京競馬場では春季を除いて、GI 競争が行われず、ジャパンカップや天皇賞、秋が、 中山競馬場で代替されたため、得意の東京競馬場で走ることができなかった。引退後は、八代大スタリオンステーションで種ボバ生活に入った。トニービンの後継種ボバとして期待されており、サンデーサイレンス系の繁殖品場との配合例も多い。2007年には231頭に種付けを行い、この種付け頭数は、当年の日本国内で3位を記録した。 サンクは2006年にデビューし、中でも夫妻地方王は、無敗で重勝を3連勝する大活躍を見せた。その全員妹トールポピーは2007年の阪神、ジュベナイルフィリーズ、2008年の優秀品馬を制し、初のジェイプニー勝利馬となった。また、王権ブルース・リが2008年の菊花賞を制し、サンクの王馬による初クラシック制覇となった。2003年のシーズンオフからは、 シャトルシボバとしてニュージーランドでつなぎをされ、産区も競りなどで高い評価を受けている。なお、2007年は馬インフルエンザの影響でニュージーランドへの入国が拒否されたため、8月7日に出国し、オーストラリアのハリロジサラブレッズでつなぎをされることになった。種付け量は8,805ドル。南半球での産区は2006年12月13日に、 初勝利を挙げた。シャトル先のニュージーランドでは、ジャングルロケットが2009年にニュージーランドオークスを制して、3区が海外住所及び G1 競争初勝利を記録している。2020年をもって種ボバを引退し、その後は功労馬として予生を送っていた。同年秋から体調を崩し治療が行われていたが、2021年3月2日、朝、 つなぎを先である北海道日高町のブリーダーズスタリオンステーションで死亡した。サン区は、父のトニー・ビンサン区が、苦手とした京都で好成績を残し、下級条件では、ダートを主戦場とする馬も排出している。反面、下級条件では、坂のあるコースで成績が劣る面もある。太字は、 g i j p ー競争競争競争名の前の国旗は開催国富士奇跡1995年にダービーは確実と言われながらもやよい正午に故障を発生して引退した富士奇跡とは騎手、長教師、担当休務員、場所がすべて同じだった。また富士奇跡が成し得なかったダービー制覇でマスコミが富士奇跡の胸を晴らしたと大々的に報じている。 ウェブサイト現役当時、馬主である斉藤主婦氏の応援してくれるファンのためにお礼がしたいという意向により、馬自身の公式サイト、ジャングルポケットワールドが運営されていた。母ダンスチャーマーは、不失そう馬。ジャングルポケットのいとこに2012年の函館2歳ステークスの、ストークレイ同じくいとこに2012年の、北海道2歳優秀のアルムダプタ。 祖母スキルフェル・ジョイはアメリカでグレードレースを2勝をした活躍場でスキルフェル・ジョイのいとこにアメリカで G1 を6勝をしたプリシナニストがいる。ありがとうございます。